で自分もそういうことやりたいなと思って、その値段調べた時に4000万とかの世界だったんで。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。あの世界観すごいな。そうです。僕がなんかそのすごいストリップが好きで、なんか本当に22、3とかでアメリカに行ってなんかストリップ行きたいってあんまり今の若い子言わないと思うんですよ、はい、例えばまあなんかおしゃれなそれこそバーに行ってみたいとかクラブに行きたいって発想じゃないですか、うん、僕なんかその時からなんかストリップ行きたいってなんかなってたんですよ。でもステージで全裸になる同士みたいな感じそうですよ。でまあなんかこう自分が20ドルぐらいなんですよ。20ドルで入場入って、でプラス100ドルか200ドルぐらい持ってて、でそれでチップ買って女の子とかにチップ配ったりするのがすっごく楽しかったんで、楽しいなこれって思ってたし、うんうん、以前なんかお話聞いた時に、はい、中国ですごいシャンパンとか入れてる世界なんで、はい、そこでお金を使いたがるようなお店はシャンパンを10本単位で入れたとか、はい、その辺のお話とか。まあその中国もそうなんですけど、僕がまあどっちかたらまあ話しやすいのはタイの方なんですけど、タイの日本人の男性女遊び夜遊びみたいなんて結構タイ好きな人が多いじゃないですか、ご存知だと思うんですけど、で大体その紹介されてるところって、まあ、あのセット料金がないようないわゆるゴーゴーバーとか、でゴーゴーバーっていうのはその、まあ、カウンターに裸もしくは水着のお姉ちゃんが何十人もこうゴーゴーダンスっていうのをやってたりとかするようなお店とか、あとはあのキャバクラみたいに接客するようなお店とかを大体紹介してるんですけど、僕が見てすごいなと思ったのはもうほぼタイ人の富裕層しかいないんですよ。でここのお店って100坪あるんですけど、これの6倍ぐらい大体あるんですよ。で、そんな広いんですか。はい、でそういう店がタイに、バンコクに10軒ぐらいありまして、そこは1人っていうよりも計算方法はちょっと違うくて、まあ、1組大体最低日本円で15万ぐらいはするんですよ。そのシャンパンを下ろさなくても、なんかボトルだけで。そんな世界なんですね。で、だからむちゃくちゃ高いですよ。日本で言ったら50万円ぐらいの遊びの感覚ですね。はいはい、最低50万ですよ。はい、シャンパンを下ろすんだったらもっとですよ、みたいなところで、はいはい、で、そんなところでも、もうなんか僕がその衝撃を受けたのは、もうどこのテーブルもシャンパンがその10本ぐらい降りてるんですよね。でっていう世界の前って、僕はその基本的にドンペリ 2,3 本下ろしたらやっぱりちょっとすごいじゃないですかっていう感じでしか知らなかったんですよ。でそのテーブルになんかこうどこの席もそのなんかタワーある、ここの席はタワーになってる、この席はなんか見たことないそのシャンパンクーラーに、シャンパンがなんか20本ぐらい入ってる、あそこの席は5本こんな船になって乗ってる。でそれがなんかシャンパンガールっていう名前も知らなかったんですけど、その今多分シャンパンガールって言ったらまあ大体は分かると思うんですよ、イメージつくと思うんですよ。そのシャンパンをすごい高いの下ろしたらなんかこうマイクパフォーマンスする人がいてて、わっしょいわっしょいしながら女の子がシャンパン持ってくるっていうのがその日本でなかったんで、うわってちょっと思ったんですよ、はい、でそんなことを思ってたらなんかどこかで EDM ブームが来た時に、うん、EDM 野外ビッグフェスっていうのにちょっと行くようになったんですよ、韓国とか、はい、でそことかも今はみんな知ってるんですけど、なんか一テーブル、100万とかって言われて、そういう感覚なかったからね、僕も水商売ないじゃないですか、俺なんかボラれてんのかなとか思ってちょっと友達にだから一人30万ちょうだいとかって言われて、まあ俺こいつにボラれてんのかなとか思ったんですけど、でもそれがなんか当たり前の世界もちょっとびっくりして、まあそこの世界も、まあ一テーブルシャンパン5本とか20本とかで、なんかすごいシャンパンおろしたらシャンパンガールっていうのが10人ぐらいわーってわっしゃいわっしゃいわっしゃいとか言って名前呼んでくれたりとかする世界見て、これすごいな、俺これ再現できないかなって思った要素も、バーレスクに、まあ、ちょっとそういうのも入ってたりしてて、でもなんかそういうふうに海外を旅して、はい、あこんなのあるんだとか、これを日本に持ってったらみたいなのを、はいはい、こう形にするって楽しいですよ、ね、めちゃくちゃ楽しい。だからそのまだまだ
まだまだあるんですよ。それこそその、うん、僕がいつも思うのはこれって需要がおそらくあるなっていうのをまあ思いつつ、その今日本にないものを日本人が初めて知った時ってもう要はそこってもう魔法使いの世界じゃないですか。それこそその iPhone 初めて出た時って、はい、なんだこれ未来来たみたいな感じじゃないですか。まあ、その気分ですよね。なんかだからなんかそこのなんかそういうところでもちょっとまだまだリード していくつもりですし、リードしてる自信もありますし、なんか例えばこういうステージ照明なんか僕すごく詳しいんですけど、LED もそうなんだけど、LED とかもあんまりまだ見慣れてなくて、でも結構アジアに行くと、例えば韓国とかにも天井がすごく高くて8メートルぐらい天井があって、で DJ ブースがあって、DJ の人がいてて、その DJ の人の後ろに8メートルぐらい LED ビジョンがあって、どっかどっかその映像で表現することに対してこれすごいな、圧倒的だなって思ったんですよ。で自分もそういうことやりたいなと思って、その値段調べた時にパチンコ屋さんとかで多分日本人の方は見られた、当時見られてたと思うんですけど、もうそれこそそんなすごくないのに1メーター50センチ4メーターぐらいで4000万とかの世界だったんで、ちょっと入れれないそうじゃないですか。わけわからん、なんか10年リースとか、はいはい、10年リースって何なんとかみたいなとか思ってちょっと諦めてたんですけど、もう少しだけ落ちた時があるんですよ。今考えたらすごい高いんですよ。でもそれでも僕やりたいと思ってずっと恋焦がれてたから、まあ、入れたりとかして、でもそれってその1億円でのお店を作ろうって言ってバーレスコを作る時のタイミング、時のタイミングです、はい、時のタイミングにもう高いけどこれ入れようと思って、まあ、全然4000万じゃないですよ、もうちょもうだいぶ安いですよ、もうちょっと安いんですけど、まあ、それの半額ぐらい値段で1800万ぐらいなんですよ。5メーターと、1メーター50センチぐらいで、多分ですけど今それぐらいだったら何百万ぐらいで入れれるんですよ。そうなんですか。だから僕5倍ぐらいの今の5倍ぐらいの値段で入れたんですけど、でも対費用効果は当時の方が絶対あったと思うんですよ。あ、そうですね。それも見るとこないですね。もう見るとこないし、パチンコ屋でなんとなく看板として表現はしてたけど、まだ映像もそこまですごくないけど、はい、炎を表現したり、水を表現したり、なんかこうネオン管みたいなこういう風なのを表現したりっていうのをなんとなく目の当たりに生で見た時にすごいってちょっとリアクションってまだ覚えてるんですよ、はい、もうみんなが、はい、その単にお金かけて単に LED 入れただけなのにこんなに人って驚くんだっていうぐらい衝撃でした。画期的なものだったんですよね、はい、今でこそ見慣れたと思うんですけど、だから全然値段は高かったんですけど、あ、いい、本当いい買い物したなと思って、で映像がめちゃめちゃすごい上手じゃないですか、はい、あのユーモアとかっこよさと、はいはい、セクシーさとっていう、はい、こういう世界って、その要はその舞台設備なんですけど、もうすごい速さで進化していってるんですよ。だこういうのはとんでもない値段じゃなかったら、僕が日本で一番最初にずっと入れる人になりたいなってやっぱ思って、今ももう新しいものっていうのはずっと今はなんだみたいな感じで見ていってますし、そっか、ホログラムとか、はい、そうですね、はい。でもその1億円でそういう LED もあの業界初で入れるとか、はい、そういう時ってなんだろうな、例えばうちとかで出版とかをやっていて、いわゆるその夢を叶えた人たちとかの本もいっぱい出したりはしてるんですけど、でも大抵こうスタートの自分、例えば自分の店を持ちたいとか、はい、本を出したいとか何とかやりたいとかっていう時って、でも言ってもお金の制限もありながら、うん、でも自分の店を初めて持つというロマンをどう若くして叶えるかっていうところに物語があったりとかするじゃないですか、はい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 、でも優太さんのその1億円の時って、はい、そのお金のリミッターをもう解除して、はい、それこそドラゴンボールでシェンロンがいます、何でもできるとしたらどうしたいっていう、はい、いうような感じの叶え方じゃないですか。 そうですね、それでちょっと叶え方としてちょっと次元がこう、はいはい、違うというか、はい、リミッター解除して世界見て何でもできますと、はいはい、でまあ、やりたいことが勝負できるところで最強のエンターテインメントをっていう時に、お金に関するリミッターも解除した上でその一つの店を作るわけじゃないですか、はい、めっちゃワクワクしたんじゃないですか。そうですね、なんかでもですよ、僕が見てきたのはやっぱりそのそれこそエンターテインメントだから、その例えば
カフェとかだったらカフェの日本一のお店見てこんな店したいじゃないですか。僕の場合はエンターテインメントで表現したいことだから、それこそそのアリーナでやってることとかもやりたくなるんですよ。で、あと世界見てきた時にやっぱりそのタイのそのそういう6倍の店とかってやっぱり頭の中がやっぱり外国人的発想ですし、そもそもそういうものを作る人って向こうのやっぱり大富豪が作ってる世界だから、リアルに20億円とか30億円かかってるお店なんですよね。そういうものを見てきたからやっぱりその作った瞬間に、あ、俺もっと全然表現したいものが足りないってオープンの時にちょっと思ってしまったんですよ。で、1週間経った時に、あ、いけたなっていう感触って、店してるか分かるじゃないですか、はいはい、これやばいぞっていうこともあるかもしれないけど、何度で1週間ぐらいで分かるじゃないですか、はいはい、なんかうまいこといったなと、うん、でうまいこといかなかったら、あ、もうちょっとなんかこう、あと1ヶ月ぐらいはなんかいろいろやり直さなきゃいけないなみたいな感覚の中で、僕はいろんなお店した中でやっぱりパッて1億円の店作ったらこうしたっていう時に、もう1週間でうまいこといったなと思って、でもう2ヶ月目3ヶ月目からっていうのは、もともとその手前のところの中でもがいてた時って、ちょっとアンダーグラウンドから這い上がる時に1億円の店の前にちょっともう一個手前の店があるんですよ。でこの時にまあテレビ出たいとか雑誌出たいとか思ってて、そのためにはどうしたらいいかっていうのを試行錯誤いろんなことをしたんですよ。でもそんなことするんじゃなくて、本当にテレビで紹介したいなって思う店を作ればいいじゃないっていうシンプルなことであって、テレビに乗るためにどうやって SEO 対策したらいいかとか、コネを使ったらいいかとか、そういうことじゃなくて、テレビの人がここ紹介したいなって思う店作ればいいんだっていうお店に、まあドンピシャにハマってですね、その2ヶ月後3ヶ月後とかもずっとそのテレビの話があったり、ネットニュースの話があったりとかっていうのはもう絶えずずっとあって、で女の子の募集もずっと絶えずきたから、まあお店はすぐに軌道に乗ってしまって、でもうその瞬間にもう僕が表現したいのはもうこの先にあるなと思ってですね、で、あ、全然だなと思って、でもっと100坪以上のお店探しながら、なんとなくこういう設備と購入内装したら3億円ぐらいかかるなっていうイメージで、もう最初から次の店狙ってたんで。でもそのアンダーグラウンドとか表の世界ので勝負するっていうところから、でもそのバーレスクの段階からもうすでにそのあれですよね、その勝負に出てる女の子たちはすごいところでコンサートでライブで行ったりとか、その世界になっていったわけですか。はい、そうです、ね、あれは何なんですか、そのバーレスクガールズガールズはいはいはい、っていうもうそのユニット名ですかね、はいはい、そうですね、まあ、バーレスク東京っていうユニット、まあ、女の子がまあ70人ぐらいいているんで常に、はい、で、まあ、ユニットはその選抜チームによって名前があるんですけど、まあ、基本的にまあメディアに出ると、まあ、お店が流行るっていうのでメディアに積極的にみんながやってるようにやってきたんですけど、まあ、途中からもともと今話題のバーレスク東京に行ってみたいと思ってもらうところから、そういう人たちってサラリーマンじゃないですか。でその中からなんかもう一歩あの踏み込んだお客、要はミドルユーザー、コアユーザーっていう風になっていった人をそのターゲットにしていくことっていうのが、そのいかに僕らにとってもその幸せなことなんだっていうのがすごく分かったんですよ、はい、やっぱ要はファンだからすごくやっぱちょっと温かいんですよね、うん、でさらになんかこういい状態っていうのが作れるようになって、でそういうファンがいっぱい来るようになった時に、なんとなくその今まで僕六本木で店してたんですけど、なんかライブとかやっても足運んでくれるようになったりとかして、応援してくれるようになったりとかして、でそれこそサマソニーとかも出させてもらったりとかもしたし、でそういうようなことやってる間に、なんかこうそういうちょっと芸能界みたいな、このバーレスクが要は AKB っていうのが今でこそその芸能界というよりもむしろその国民的スターまでいったわけじゃないですか。でなんかそういう立ち位置に近いものっていうのをなんか目指したいなと、六本木で、常設のステージで今までの言い方で言ったらショークラブなんだけど、この形っていうのがなんか新しい芸能界の形っていうのを目指して
行ったっていうか、だから今もだからその高校卒業してとかダンスの専門学校に入ってバーレスクに就職したいっていう子っていうのもいてますし、でなんとなくダンスや子供の頃ダンスやってたんだけど大学まで行ったから就職しないといけないなっていうのでダンスと関係ないことを就職して22歳、23、24歳ぐらいになってからやっぱりダンスがしたいって言ってバーレスクに来る子もいてますし、もうでも本当なんならアイドル、セクシーアイドルグループみたいな感じですよね、はい、そうですね。じゃあお客さんの中でも結構もうその子に会いたくて来るみたいな人たちもいっぱいいる感じですか、ね、はいはい、そうですね。今はもう本当にそれやってきたおかげでサラリーマンとか今その行ったらダメっていう感じになってるじゃないですか、はいはい、会食もダメなのに、はい、バーレスクなんかもっとのほかみたいな感じなんで、今はもうそういう3人、4人、5人で来るサラリーマンがほぼメインだったんですけど、そういう人って多分もうほぼゼロだと思うんですよ、来るのが。で、今はそういうファンの人たちが、まあ、来る感じですよね。やっぱコロナの影響すごかったんじゃないですか。コロナの影響すごかったですよ。そうですよね、はい、こう緊急事態宣言って、うん、やっべーとかなりませんでしたいや、まあそれは なりましたね。とりあえず、まあ僕は一番最初思ったのは、まあ、お金のことっていうのは仕方がないなってちょっと思ってですね、そこはもう開き直るしかないなと思って、でイメージもなんとなく秋ぐらいには終わってるなみたいなイメージだったんで、まだ、はい、でまあ長くて1年みたいな、まあ、これぐらいで仕方がないなっていうところの中で、でもその一番やばいなと思ったのはそのなんかみんなの心がなんかやばいじゃないですか、はいはい、不安になるっていうの、うん、でそこだけリモートでグループ4つぐらい分けて同じこと喋って、うん、大丈夫だよっていう話して、うん、でなんで大丈夫かっていうこととかも話して、うん、なんかこれぐらいは保証してあげる、でなんかこういうふうにやっていこうみたいな感じでやっててですね、うん、これは無謀でバカで果敢な若造の真実の物語である。突如目の前に現れた謎の男キング、わがまま純度 100% のもう一人の自分キングに教わった全能の魔法。諦めることを諦め、あるがままわがままに。中学生にして南米一のサッカーチームの選手控え室に忍び込み挑戦状を叩きつけ、スター選手たちとガチ対決。伝説の人を地方へ、遠いヒッチハイクと自転車で放浪の旅に行けない。落ち込め高校時代5倍の集中力を使い、半年で全国上位の成績受験勉強終了。その結果見事一流大学に合格し、エリートサラリーマンドを突っ走るが、ちょっと待て、子供の頃の憧れ、描いた夢、挑むことなくいつの間にか無自覚にスルーしてないか。一度描いた夢に落とし前をつけてやる。ボクシング現役世界王者に挑戦状を叩きつけ、結果ボコボコのフルボコ。そして若造は気づく、かっこ悪くても負けたとしても俺は俺という物語の主人公なんだ。それなら自伝になるような物語を生きてやる。若造は無謀な挑戦を続け、念願の自伝を出版。今期国立自伝中心の出版社を立ち上げ、アジトとなる新社カフェをマチュピチュ含め世界中に30店舗オープン。全米でも英語版の自伝を出版。今もなお遊びの仕事に愛と自由の冒険を続けている。これは人生を自伝全7巻になるように生きようとしている果敢でバカな若造の物語。全ての夢を叶えるべく諦めることを諦めろ。辻と漫画が融合したストーリー仕立ての新感覚自己啓発書、北里洋平著、悪あがき中半決定。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always welcome on the wild side.